ピンチクリフグランプリは1975年にノルウェーで制作された人形アニメ映画である。この映画はノルウェー映画史上最大のヒット作となり、1993年にはチケットの累計売上枚数が500万枚を突破した。これはノルウェーの人口よりも多い。自転車修理工のレオドルは、 ピンチクリフ村の高台でアヒルのソランとハリネズミのルドビグと一緒に暮らしていた。ある日、レオドルは新聞にルドルフというレーサーがスーパーカー、ブーメランラピド号でレースに出場するという記事が載っているのに気がつく。ルドルフはレオドルの元弟子でレオドルの発明したエンジンの設計図を盗みそのエンジンを使ってレースに出場していたのである。レオドルはスーパーカー、 イルテンポギガンテゴーでルドルフに勝負を挑むことを決意するが、資金がなく、途方に暮れてしまう。しかし、ソランの起点で、アラジン石油の会長、フィファザンをスポンサーとして取り付けることに成功し、イルテンポギガンテゴーを完成させる。そして、レース当日、イルテンポギガンテゴーは、ルドルフらの工作や妨害に苦しめられながらも、勝利するのであった。 映画の宣伝のため、イルテンポギガンテ号のほぼ実物大の車両が製作された。実際に走行させることができる。ありがとうございます。